アントワーヌ・ド・サンテグ・ジュペディ、アントワーヌ・マリー・ジャン・バティスト・ロジェド、サンテグ・ジュペディ、アントワーヌ・マリー・ジーン、バティスト・ロジャー、コモット・デ・セイント・エックス・プリー、1900年6月29日から1944年7月31日は、フランスの作家、操縦士、郵便輸送のためのパイロットとして、欧州南米間の飛行航路開拓などにも、携わった。読者からは、 サンテックスの愛称で親しまれる。リオンの伯爵の子として生まれる。イエズス会のノートルダムド・サントクロア学院を経て、スイスのフィリブールにある西洋羽根学院では文学に、勤しむ。兵役、士官で、陸軍飛行連隊に所属し、異例の経歴で軍の操縦士、士官となる。退役後、士官であったため、陸軍予備役将尉となるわ。 自動車販売員などに就業した後、民間航空会に入る。1926年、26歳で作家として本格的にデビューし、佳作ながら以後、自分のパイロットとしての体験に基づいた作品を発表。著作は世界中で読まれ、有名パイロットの仲間入りをしたが、仲間のパイロットの間では反感も強かったという、後に敵となる、 ドイツ空軍にも信奉者はおり、サンテグジュペリーが所属する部隊とは戦いたくないと語った兵士もいたという。1935年、フランスベトナム間最短時間飛行記録に挑戦するも、機体トラブルで、サハラ砂漠に、富士儀、一時は絶望しされるも3日後に、ドホでカイ路に生還した、この体験が、後の星の王子様に返されている。 1939年9月4日、第二次世界大戦で招集され、トゥールーズで飛行教官を務めた。前線への転属を希望した310ペリは、捨てを頼り、周囲の反対を押し切る形で転属を実現させる。戦闘隊や爆撃隊は希望せず、1939年11月9日、オルコントに駐屯する偵察隊2-33部隊に配属された。 部隊は多大の損害を受け、アルジェリアへ交代したが、ビシー政権がドイツ渡航は、動員解除で、フランス本土へ戻った後、アメリカへ亡命。1940年12月21日リスボン、出港。12月31日ニューヨーク期。亡命先のニューヨークから、自由フランス軍の航空部隊へ志願、再度の実戦勤務で、北アフリカ戦線へを赴き。 1943年6月に、現体である、2-33部隊、偵察飛行隊に着任する。新駅に対する訓練期間を経て、実戦配置されたが、その直後に着陸失敗による機体破損事故を起こし、1943年8月に、飛行禁止処分、事実上の除隊処分を受けてしまう。必死の尽力により復帰を果たすと、 爆撃機副操縦士としての着任命令、I-22 部隊を無視する形で、1944年5月、サルデーニャ島、アルゲーロ基地に進出していた2-33部隊に戻った。部隊は後に、コルシカ島に進出。1944年7月31日、フランス内陸部グルノーブル、シャンベリー、アヌシーを写真偵察のため、ロッキード海 -5B、 p 三十八の偵察型を買ってボル、ご飛行場から短期で撃後、地中海上空で行方不明となる。その行方は長らく不明とされていたが、九百九十八年九月七日、地中海の丸西洋機にある近くの海域で、サンテグジュペリの名と、妻、コンスエロの名、カッコガキ、および連絡先、C、O として、ニューヨークの出版社レナルヒッチコックの名と、 所在地、作品にあるように、1943年に星の王子様を初出版した版元が刻まれたブレスレットと見られる銀製品がトロール船によって発見された。同海域には沈船や墜落機の残骸が多数存在しているが、後にサンテグジュペリのものと確認される回マイナス 5B の残骸、車輪を含む左エンジンナセルは、 1950年代には、地元のダイバーによりその存在を目視されていた。1982年、複数機種の残骸混在状態で、写真撮影もされていたが、この海域は、従前、サンテグジュペリの墜落現場候補とは思われてらず、詳しく調査されることはなかった。蒸気ブレスレットの発見を受けて、改めて広範囲な探索が行われた結果、2000年5月24日に、 上気残骸がサンテグジュペリーの登場期であることを確認。このことが2000年5月26日にマスメディアで報じられ、世界中に知られるところとなった。遺産相続者の反対などで引き上げはその後も行われていなかったが、2003年になって、仏米間の政治的な状況の変化も絡んで、正式な回収許可が下り、前期の左エンジンナセルが引き上げられ、さらに、 広い海域に散乱していた多くの破片が数ヶ月かかって拾い集められた。回収物は丹念に付着物を取り除き、洗浄して、左ターボチャージャーセット外反に刻まれた、ロッキード社の基調番号により彼の蒸気であることが確認された。2008年3月15日付、ラ・プロヴァンス、電子版、プロヴァンスのローカル市に、 当時 BF-109 のパイロットだったホルストリッパーと総長がサンテグジュペリの偵察機を撃墜したとる証言が公開された。彼自身もサンテグジュペリ作品の愛読者だと言い、長い間あの操縦士が彼ではないことを願い続けた。彼だと知っていたら打たなかったと話していた。サンテグジュペリの出生届にはアントワン、ジーン、バティスト、マリエ、 ロジャーでセインとエックスプリーと記されていた。サンテグジュペリケは11世紀にまで遡る名門貴族の家系と言われることが多いが、実際には確認できていない。個人が特定できるのは13世紀までであるが、文献に少々不明瞭な記載があり、これによれば11世紀にまで遡る。文献や資料によれば、サンテグジュペリケは複数の家系がある。 アントワーヌの家が属するのはそのうちの一つで、その中でも暴流に属する、長男でない当主が複数回。着流のサンテグジュペリ家が爵位を得たのは18世紀の、終わり頃のコモットデセインとアマンズからで、それ以前は氏族に過ぎない。明らかに爵位を得ていない時期から、サンテグジュペリ姓を名乗っている。すなわち、サンテグジュペリは単なる固有の姓であって、爵位の有無に関係がなく、 セイムアーやコモットとデセインとエックスプリーは分離して考えるべきであろう。そしてアントワーヌの祖父フェルナン、フェアノンのサンテグジュペル伯爵、コンティドセインとエックスプリーなる称号が本当に存在したか否かも怪しい。彼の家系は地方士族、後に一時貴族であって名門とは呼べない中央の宮廷貴族だけでも四千夜や以上ある。 アントワーヌ自身は借位を持っていない。出自は、元、一時伯爵家で、彼の父も借位は有しておらず、所領もない。すなわち、没落貴族である。デビュー作、南方郵便機、1929年は、男女間の恋愛を描いた、唯一の作品である。公正技法その他の理由から、あまり高い評価はなされていない。夜間飛行、 1931年と人間の土地1939年はベストセラーとなり代表作として高い評価を受けた。現在でも世界中で広く愛読されているアルベール・カミュのペストなどと並び伝統あるフランス植民地文学の後期を伝えるものとしても名高い。戦う掃除牛1942年は書かれた時代背景が その存在意味と評価を決めた。ヒトラー、我が闘争に対する民主主義の側からする返答として高く評価され、アメリカで先行出版された英訳版、アラスへの飛行、1942年はベストセラーとなった。占領下のフランスでも制限付き、初版発行部数2000部余りで発刊されたが、すぐに発禁図書となり、地下出版物、リオン版として、 ハンナチ派の間で読み継がれた。星の王子様は自身で描いた素朴な挿絵も含め世界各国で長く愛読された作品だが1943年4月にニューヨークのレーナルヒッチコック社から英訳版ティーリトル・プリンスとフランス語原文版レプチ・プリンスがフランス本国では没後の1945年11月に ガリマール社から出版された。ただし出版社自身は、実際に発売されたのは1946年になってからだと主張している。書簡は、誤色が多く、挿絵も原画から忠実とは言えなかったが、1999年にナリ・ガリマールは誤りを認め、誤色や挿絵を修正した版を出版した。この挿絵は、彼の肖像画と共に、 ユーロ導入前の50フラン紙幣にも描かれた。映画、クレナイの豚で1920年代の飛行艇乗りを描いた宮崎春はサンテグジュペリの長年の愛読者である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。